月さん、久保に忘れられるー。16日木曜日にホームでミャンマーと戦った日本代表。結果は5対0の大勝となったが久保はノーゴールに終わった。試合後、サイドバックの菅原と共に歩いていると元日本代表で解説者の松木安太郎に呼び止められた。その時の会話がこちら。いや、忘れてるだけよ。一回良くないっすね。受けすぎてさ、受けすぎて。松木さんの優しい先輩感いいね。菅原と久保マジで仲良いんだな。久保レベルになるとインタビュー受けすぎちゃうのね。菅原の良くないっすよねがじわる。ミャンマー戦初仕事が松木の話し相手。吉田の魂は菅原の髪型に受け継がれたな。意外とインタビュー受けたがってるんだな。松木さん嬉しそうだな。二人ともめっちゃ困ってるやん。こちらは面白フットボール放送室です。これからもサッカーの面白ネタを更新していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。